皆さん、こんにちは。元 SMAP のメンバーで、現在は新しい地図のメンバーとして、歌手や俳優をメインに活動している香取慎吾さん。香取さんといえば、2021年12月28日に結婚を発表されて話題になりましたよね。今回はそんな香取さんの結婚相手についてや、子供の存在などについてご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。香取慎吾さんは、1977年1月31日生まれで神奈川県出身のタレントです。1987年11月にジャニーズ事務所に入所しました。入所のきっかけは、他のジャニーズタレントでもよく聞く母親が履歴書を送ったからです。当時、香取さんの母親はジャニーズ事務所への履歴書送付、ボーイスカウト入団、中学受験で迷っていたようで、最終的にジャニーズ事務所への履歴書送付に至っています。それから香取さんはスマップの前身であるジャニーズジュニア内のグループスケートボーイズのメンバーとなり、光源氏のバックダンサーを務めていました。そして1988年、香取さんが当時11歳の時にスマップが結成。メンバーの中では最年少でした。アイドル活動以外にもデビューと同年の1988年に俳優としての活動も始め、ドラマ「詐称妙子」、最後の事件では狂気を秘めた殺人鬼、ドラマ「未成年」では知的障害を持つ少年デクを演じ、第7回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞助演男優賞を受賞するなど、10代の頃からテレビドラマで存在感を発揮し注目を集めました。そして2017年9月9日に約30年間所属したジャニーズ事務所を稲垣吾郎さん、草なぎ剛さんと共にジャニーズ事務所を退所します。それから4年後の2021年12月28日に結婚を発表された香取さん。香取さんが結婚したお相手は一般人で、なんと25年も交際をされていたそうです。国民的アイドルとして活躍を続けていた香取さんと25年間も交際をしていた女性とは一体どんな方なのでしょうか。あまり公開されていませんが、香取さんより2歳年上の小柄な女性なのだとか。またインターネット上には、香取慎吾の彼女の地元は茨城といった投稿がいくつかあったため、茨城県出身の女性と言われています。実は香取さんと嫁さんはよくスクープされていたそうなのです。2023年4月現在、香取さんは46歳なので、奥さんは48歳ではないかと思われます。一般人なので顔写真などは公開されていませんが、芸能人でいうと山口萌さんに似ているんだとか。ちなみに奥さんはもともとアイドル活動をしていたという噂もあります。それでは改めて、25年という長い交際を続けて結婚した香取さんと奥さんの馴れ初めをまとめてみたいと思います。香取さんと奥さんの出会いは1995年だったそうです。当時はすでにスマップのメンバーとして活躍されていた香取さん。香取さんが19歳で、奥さんは21歳でした。それから2年後の1997年1月のフライデーでは、2歳年上の一般女性 A 子さんのマンションに香取慎吾さんが週1回お泊まりをしていると報道されたそうです。香取さんは仕事に行くのもこのマンションから通っていたこともあったそうです。また当時スクープされた画像を見ると、香取さんはバレないように帽子を深くかぶっていることがわかります。このことから、お二人は当時から真剣に交際をしていると言われていました。そして実際、香取さんと奥さんはこの頃から同棲を始めていたようです。1997年には、香取さんと奥さんのハワイ旅行がスクープされました。この旅行では、香取さんの両親と弟も一緒だったんだとか。二人を追う記者のことを、香取さんの父親が叱りつけたというエピソードもありました。つまり、お二人はすでに家族公認の仲だったことがうかがえますね。1998年、香取さんは地元である神奈川県横浜市鶴見区に一軒家を購入されたそうです。この報道により、世間では結婚間近なのではと噂になりましたが、残念ながらこの時はまだ結婚は叶いませんでした。というのも、当時のスマップは夜空の向こうなどかなりの有名曲がたくさんリリースされており、人気絶頂期でした。ですので、香取さんが結婚することに事務所もメンバーも反対したのかもしれません。
一軒家で生活されていた香取さんと奥さんですが、目撃情報が相次いでいました。プライバシーが脅かされる可能性を危惧したお二人は、都内のマンションに引っ越しをされたのだとか。2012年、香取さんと奥さんはパリ旅行をスクープされました。この頃は破局説もあったようですが、旅行をスクープされたことで、お二人の仲が続いていたことが公になりました。香取さんがジャニーズ事務所を退所した2017年、香取さんと奥さんは文春に直撃取材を受けました。なんとこの時の写真では、奥さんの左手薬指には指輪があったのです。そのため、この時からすでに事実婚状態だったと言われても納得してしまいますよね。さらに香取さんと奥さんがスーパーで一緒に買い物をしている姿も目撃されていました。 SMAP が解散してジャニーズ事務所も退所していたので堂々とされていたそうです。その後も香取さんと奥さんは交際を続け、2021年に晴れて結婚されました。香取さんは所属事務所を通じて結婚を発表し、今後も真摯に仕事に取り組んでまいります。皆様ご支援のほどよろしくお願い申し上げますと報告しました。所属事務所は先日、香取慎吾が入籍の届け出をさせていただきましたことをご報告させていただきますとしていました。25年も地道に愛を育んだお二人には、これからも幸せに暮らしてほしいですね。そんなお二人にはファンの間では子供がいるとの噂があります。しかも実際に週刊誌に撮られてしまっているので信憑性はありそうです。しかしこの噂に対して香取さんはテレビで必死に否定していました。隠し子じゃないんです、友達の子供なんです、困ってます。香取さんに隠し子がいるという噂は聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。2016年の週刊文春にて、香取さんがハワイで子供を連れて歩いていた姿がスクープされています。この時香取さんは少年をカイトと呼んでいたことから、息子の名前はカイト君であるという噂まで流れました。しかし本人は完全に否定しているようですね。また一時期住んでいた横浜の自宅の窓にはぬいぐるみがたくさんあったという話もあります。真相はわかりませんが、これだけ長く付き合っているのであれば子供がいてもおかしくはありませんよね。いつか二世タレントとしてメディアに出てくることはあるのでしょうか。今後の展開からも目が離せません。いかがでしたでしょうか。今回は元 SMAP のメンバーで2021年に結婚を発表した香取慎吾さんについてご紹介しました。25年間もひっそりと愛を育み、やっとのことで結婚にたどり着いたお二人の愛にはお手上げですね。これからも末永くお幸せでいてほしいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。